護衛艦。護衛艦、護衛艦、英語、ディストロイヤーは、海上自衛隊が保有する自衛艦の分類の一つ。自衛艦類別表の多いたる警備艦、中分類、機動艦艇、種別、護衛艦となる。国際法上は、自衛艦機、国際法上で定義される、軍艦機を形容し、自衛艦、国際法上で定義される、戦闘員が運用しているため、 軍艦とみなされる。第二次世界大戦中に、戦乱護衛に用いられた、護衛駆逐艦、ディストロイヤーエスコートとは、意味が異なり、海上自衛隊の保有する艦艇の内公揚性を、持つ現役の大型水上戦闘艦艇を指す。護衛艦という名称は自衛隊用語であり、駆逐艦や巡洋艦などをすべてまとめて、護衛艦と呼称している。しかし、 戦闘艦艇であってもミサイル艇や武装があっても練習艦、元護衛艦を含むや支援艦艇は護衛艦席に入らない。航空母艦や補給艦といった他の艦艇を護衛する任務についている艦を護衛艦と呼ぶこともあるが、これは任務に対するものであり、艦種としての名称ではない。また、日本海軍においては、旧式戦艦の転用や漁業保護、 戦護衛を目的とした艦首に、解剖艦という名称を当てていた。また、秋月型駆逐艦は、計画当初は、直江艦という艦首となる予定であった。他、アメリカ海軍の護衛空母、ロングアイランドなどは、当初、アベグ、エアクラフトエスコート、ベッセルという艦首に分類されていたが、これを日本語に訳するときには、航空機搭載護衛艦呼ぶことが多い。中国語圏では、 フリゲートを護衛艦あるいは巡防艦と称することがある。対戦任務を第一義とし、これを可能とするために、対空、対水上戦闘能力を付与され、世界的に見ても高度な装備を持ち、十分な整備と訓練を受けた艦令の和解艦で構成されている。相対後最初に保有した艦艇は、アメリカ海軍から対応されたパトロールフリゲートで、 1952年、昭和27年に発足した、海上保安庁海上警備隊時代には警備船と呼び、1954年、昭和29年の自衛隊総隊以降は、警備艦と呼び、1961年、昭和36年10月に護衛艦と改称された。予算編成等においては現在でも、高型警備艦、オッツ型警備艦の名称が使われている。 艦の名称は、天章、気章、山岳、河川、地方の名称から取られる。この運用体制下では、即時実戦配備可能な護衛艦は、全体の4分の1程度で、全護衛艦のおよそ3分の1は出航して、訓練中、3分の1は移動中、または帰還中、残り3分の1が入港して休養中、または整備中となる。護衛艦の寿命は、 約30年程度とされる。アメリカ海軍は原子力空母を中心とする空母打撃軍によって海上戦力を構成するが航空母艦を持たない海上自衛隊ではヘリコプター搭載護衛艦を中心とした DDH グループとミサイル護衛艦イージス艦を中心とした DDG グループ各4個から戦術単位を形成する。心臓の艦艇には ステルス性も意図されており、形状を工夫して、レーダー反射面積を低減させる、レーダー反射断面積設計、対戦水管線に影響を及ぼす騒音の低減、船体時期の生じによる時期間応起来対策、船体外観や肺炎による期間値を避けるための設計などが行われている。年間出航日数は約1 0日程度とされる。出航中は24時間体制で、 レーダー、逆探知機、ソナー、目視などによって、海上輸送路、シーレーンへの脅威となりうる国籍不明艦船や、潜水艦に対する賞を行っている。護衛艦に搭載している SH、SH-60J、軽唱会ヘリコプターは、スクランブル発進に備えて、常時、唱会待機、アラート状態にある。出航中の艦内では、常に、各種訓練が実施されている。 特に火災は想定することが容易で、重大な被害をもたらす危険もあることから、消火訓練の回数が多いとされる。船体の姿勢変化や沈没につながるため大量の放水が行えない、幹線内での消火作業に対応するため、消火器を用いた初期消火から各種消火装置を使用した本格的な消火訓練が実施され、油火災、電気火災の想定や、 排煙通路の設定、応急電路の設定、隣接区画の冷却、被害極限などの訓練を行っている。射撃やミサイル発射訓練は年に数回程度とされ、そのほとんどがシミュレーションとして実施される。ヘリコプター搭載護衛艦では高連動を要求されるヘリコプターの発着艦訓練が頻繁に行われる。艦での基礎的な訓練を消化した後は、 両艦との共同訓練、実際の潜水艦を使用した実感的、対戦訓練、航空機との空水共同訓練、補給艦との洋上補給、派米訓練、艦隊平用合同演習などの実践的訓練をこなしていくことになる。入港中の護衛艦の三大任務は、整備、補給、広報と言われる。それに加え各種教育、訓練も実施される。護衛艦は、 レセプションや見学会などの広報任務も帯びているため、船体の塗装などの整備作業にも時間がかけられる。重要影響事態や災害派遣の際は緊急執行をするために、海上自衛官は軽急補修、非常補修を受けた場合、2時間以内に帰還できるよう定められており、上陸した乗員の行動範囲には、制限が生じる。乗員は常時、 携帯電話を携行するなどして景急補修に即応しなければならない。行動班以外に出る場合や海外旅行などは別途に休暇申請をして許可を受けることとなる。入港中の館内では館長さえいればいつでも出港できるように当直員が確保されており完全に無人になることはない。東日本大震災に関する緊急出港では 当直の制度のおかげで発災から1時間以内に複数の護衛艦が緊急執行を実施することができ、追って数時間以内に全国の基地から20隻を超える護衛艦、補助艦艇が被災地に向かっていった。特に横須賀地方帯では発災当日のうちに稼働する全艦艇を緊急執行させた。艦内の上級式命令系統を示す。戦闘艦であるため、 公来庁や船も庁が航海庁や機関庁より先人である。大別して戦闘部署、緊急部署、作業部署の3部署がある。航海中は交代制、または交代な思想員配置による紹介配備、停泊中は昼間の8時間勤務が標準となる。艦内での飲酒については比較的寛容なイギリス海軍を手本として、 設立された日本海軍では、将校の飲酒が紳士のたしなみとして許され、一時期は日本でのスコッチウイスキーの最大消費者でも、あ。また大日本荷重は、海軍が監督工場として優先的に原料の大麦を割り当てていたため、戦時中でも事業の継続が可能だった。それに対し海上自衛隊では、ジョセファス・ダニエルズの命令により禁酒を徹底していた。 アメリカ海軍の流れを組み、階級に関わらず一切許可されず、艦内で飲酒したものに対する厳重な罰則規定も存在する。日本海軍と同様に、艦内には、守保と呼ばれる部屋が設けられているが、酒が保管されているわけではない。勤務時間などは、海上自衛艦の勤務時間及び休暇に関する立ち、昭和38年2月18日。 海上自衛隊たち第15号などで規定されており、下記4月1日から9月30日までの平日は、総員起こしと呼ばれる午前6時起床、体操後に朝食をとり、午前8時から11時45分と午後1時から午後4時30分まで、家業を行う。午後7時30分に巡検が行われ、午後10時消灯となる。自衛官記は、 停泊中は午前8時の課業開始時に掲揚され、日没と同時に降ろされるが、航行中は常時掲揚している。創始のまとめ役として、千人五長も置かれている。護衛官の艦内には、医務室に常設の衛生課が設けられており、軍医として医官、医師免許を持つ自衛官や救急救命士や看護師を含む衛生員が勤務する。医務室には、 医官のための手術台や医療機器が備え付けられており、医官による簡単な手術が可能になっている。ただし、医官は、すぐには患者を構想できない比較的長い期間の航海を実施する合わせか、有事が予想される場合に限って乗り組むものであり、平時には衛生員だけが、管にいる。衛生員は、医師免許を持たないため、医療行為を実施することは許されない。 ただし船舶に乗り組む衛生管理者として法で定められた最低限度の医療行為は許されている。公開中、艦内に医官がいない状況下で患者が発生した場合は衛生員が簡単な応急処置を施しつつ、速やかに海上自衛隊の飛行艇や護衛艦搭載のヘリコプターを使って患者を構想する。艦内の食堂と士官室は有事の際には 臨時無室として使用される。護衛艦において重篤な患者が多数発生して衛生会員の処置能力を超える場合にはトリアージによる選別後に一部、または全部の患者が他の感染や基地などに構想されることとなる。南極輸送の任務に就く再評艦では公開中に患者を構想することが難しいことから、平素から、 医官の乗り組みが認められており、医官1名、司会官1名の計2名が定員である。手術の際は、司会官が麻酔を担当することになっている。2009年から現在まで継続中のソマリア沖アデン湾における海賊対処の海上警備行動に従事する護衛官においては、常に海賊との戦闘を想定しており、医官と司会官に加えて放射線技師と 臨床検査技師が乗り組み、本格的な外科手術を行えるよう特別に配慮、されている。護衛艦には、海上救難部署が設けられており、救助用機材も装備している。これに加えて、艦上救難員、潜水士、高科救助員が乗艦している。船舶火災、敵車救助、航空機救難、栄光などの救難任務にも対応できる。護衛艦は、航海時、 停泊時を問わず、いつでも行動できる体制を維持しており、停泊時は、家業終了後も上陸せずに勤務に就く乗員が必ずいる。乗員のうち、現時点では、開始は4日に1回、2、3等階層は5日に1回、1等階層は6日に1回の割合で当直勤務に就く。大型の外交船舶や練習船のような観光庁船と同様に、乗員全員が上陸して、 中が無人になる時間はない。官庁及び副庁を除く幹部と、専任階層は6日に1回が標準であるが、原因による。停泊中の当直には、当直士官、副次科士官、当直経営階層、原文、官邸の一般受付窓口県経営場所の総称、当直階層、原文当番など、職種に応じて数種ある。また、 公開中の当直には、上院鬼から4つのグループに分け当直勤務をさせる。通常公開時か、公開当番、館内紹介第3配備から第1配備へと、状況に応じて変化させる。この当直体制は、各課、放来課、船、勤務課、機関課で異なる。防火防水部署などの緊急部署が発動された際は、総員が、おののの配置につく。当直は、 艦長が艦の指揮を取らない間の艦の指揮を代行する任務を帯びた士官である。通常公開時には、法来長、船無長、公海長が当たり、停泊時は、この3名に、機関長、補給長が加わる。進路変更と速力変更は、当直士官であっても勝手にはできず、必ず艦長の許可が必要である。ここで言う配備とは、 艦艇の警戒レベルを意味する。以下の4種類が存在し、上記のものほど警戒レベルが高い。第一配備以上になると居住区画のベッドは取り外され、乗員が自分の部署で寝ることや、ベッドが外された居住区画には必要物資が積載されることも想定されている。太平洋戦争の戦訓と戦後のアメリカ海軍から得た教示を踏まえて、 生産性を重視した設計となっている。ダメージコントロールを重視して、被弾時に浸水口となる幻想を廃止。館内の要所には防水扉を設置しており、浸水はもとより火災や化学兵器による攻撃を受けても直ちに防水扉を閉鎖して、被害の拡大を抑える設計となっている。館内での食事は、調理のために火の気を使うことはなく、 火を使わなければ調理できない料理は、代わりに、電気コンロ、電気オーブンもしくは蒸気によって調理し、火災を予防している。管内の士管室や管調公室にある装飾品の材質も、火災を誘発する静電気を発しないよう、木材、または、真鍮で製造することにこだわる徹底ぶりである。また、核戦争が発生して放射性硬化物を浴びることも、想定しており、 シャアで缶に付着したゴミを洗い落とす放射能人除去装置が設置されている。特に海上自衛隊が保有しているイージス缶では放射性物質をろ過するフィルターを装備した換気装置を備えるほか管内の気圧を高めることでフィルターではろ過できない生物化学兵器や放射性要素等の放射性ガスの侵入を防ぐ空調設備を備えている。護衛艦では 隊員はダメージコントロールの訓練を平素から実施している。ダメージコントロールにあたって必要となる電気等のエネルギーを確保するため、ガスタービン機関と発電室は管内の2カ所に分散して配置され、一度の損害で管内のエネルギーが全て失われないように配慮されている。設計が古い管では上部構造物内の各種弾薬庫が仮に爆発しても、 艦内が破壊されないよう爆風を逃す機能として弾薬庫側面の外壁に円形の爆風逃がしが設置されている。新しい艦は被弾しにくい箇所に弾薬庫を配置している。装甲は艦の中枢部である戦闘指揮所や環境に限って装備されるが至近距離の海面に対艦ミサイル等が墜落した場合に散乱する破片から 護衛艦を防御する以上の効果は期待されず、あくまでもダメージコントロールを補助するものである。現代の回線では、対艦ミサイルや誘導魚雷の威力に比べて、走行の防御力には限界があるため、電磁パルス、エンプや敵からの妨害電波等、ECM の脅威から艦内の電子機器を防護する、電子戦システムや対空ミサイル等の武器を駆使して被弾前に脅威を、 排除することが生産性を左右してを日本を含む世界中の海軍艦艇の課題となっている。がついている装備は現用でないものの1953年昭和28年度計画で日本での水上戦闘艦の国産が再開されて以後護衛艦は高型 DD とオッツ型での2系統で整備されてきた。海外の駆逐艦に相当する。 なお、これらの各監視のうち、DDG と DDH は公式の監視記号として使用されているが、DDK や DDA、DDG はいずれも公式には DD を使用しており、非公式の監視記号である。また、DDG と DDH に関しても、公式の船舶区分においては使用されておらず、すべてが一括して DD と称されている。当初、 保安庁警備隊時代の方式を踏襲して、大型警備官と称されていたものを1961年、昭和36年に解消したものである。このうち、初代秋月型については、優れた式統制機能を備えていたことから、非公式に式護衛官、と称されることもあった。自衛隊では、汎用護衛官、予算上は大型警備官と称される。ポスト次防において、 護衛艦隊の兵力構成について八艦発揮、体制、いわゆる新八十八艦隊コンセプトが採択されるのに伴って構想された艦種である。艦隊の新たな基準構成艦、ワークホースとして、従来の対戦護衛艦、DDK 及び対空護衛艦、DDA の後継として、これらを統合する新艦種とされた。自衛隊では、対戦護衛艦、平和に由来、 予算上は高型警備艦と称される。対戦線、ASW を重視した設計が行われており、艦隊の基準構成艦、ワークホースとされていた。自衛隊では、対空護衛艦内し多目的護衛艦、予算上は、高、通型警備艦と称される。従来の護衛艦が搭載していた艦砲よりも、長射程、高性能の54口径5インチ単装砲。 初期には MK-39、後に MK-42 及びその国産カバンである73式を搭載し、その対空砲火力によって艦隊防空を担うものとされており、3.24自防の八艦六機体制においてはミサイル護衛艦 DDG を補完する防空艦と位置づけられていた。自衛隊ではヘリコプター搭載護衛艦予算上はこう。 スリー型警備艦と称される。第3次防衛力整備計画において策定された、八艦六機体制を実現するために構想された艦種である。有力な対戦ヘリコプターを三機搭載するという、駆逐艦級の水上戦闘艦としては、世界でも最有力の高運用能力を備えており、春名型、43、45DDH と白根型、50、 51DDH は、ポスト4次防以降の八艦発揮体制下においても、護衛隊軍の航空運用中枢として活躍した。その後、マルチハザード化やグローバル化を背景とした任務変化に伴い、春名型43、45DDH の後継となるヒューガ型16、18DDH においては、より強力な航空運用能力を備えることとなった。また、 白べ型50、51DDH の後継となるイズモ型22、24DDH においては、対戦攻撃能力を持たず、防空能力も近接火力のみと極限し、航空運用能力に特化されている。自衛隊では、ミサイル護衛艦、予算上は、高、砲型警備艦と称される。 海外におけるミサイル駆逐艦に相当するもので、乗車艇の艦隊防空ミサイルを運用して、エリアディフェンスを展開し、対艦ミサイルや敵航空機を迎撃し時間と艦隊を防御するのが主な任務となる。混合型対降のイージスシステム搭載艦、イージス艦は弾道ミサイルの監視任務につくケースが増え、一部には弾道ミサイル防衛能力も付与されている。 諸外国で同程度サイズの艦艇に付与される FF フリーゲートに加え、嫌いのマイニや多機能性を意味するマルチパーパスから M を明記したものが由来。予算上はこう V 型警備艦と称される。自衛隊では護衛艦、文献によっては小型護衛艦、縁側用護衛艦とも通称され、予算上はオツ型警備艦と称される。監視記号は 護衛駆逐艦と同じものが採用されている。かつては、お津型護衛艦と呼ばれ、現在ジェーン海軍年艦ではフリーゲートに分類されている。護衛艦隊に所属するが、事態対処においては、各地方隊で運用され、主に沿海域における対戦水艦紹介、迎撃を任務とする。予算削減のため1993年以降は、心臓艦が建造されていないが、 26、防衛大綱及び、中期防衛力整備計画、平成26年度、平成30年度において、多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクトを両立させた導入する。として、新型護衛艦の調達を明記した。各情報誌はこれを DX と称し、後に d ック x の記述もされていたが、会事が公表した正式略語は FFM であった。 二桁番号の護衛隊においては、旧式化した、汎用護衛艦、DD と併用されている。アメリカ海軍のタコマ級昇海フリゲートの太陽による、クス型においてのみ、アメリカ海軍のものを踏襲する形で採用された、監視記号である。同型の運用終了に伴い、海上自衛隊においては現存しない。環球一覧、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。